いしょ。よし。はい。ちょっと iPhone8 の方が 完全にもう熱持っちゃって、ショールームちょっとつかなくなっちゃったんで、こっち14 Pro ですね。一番最新作、私の中の最新作、私の中の最新作ではないな、私の今一番最新の機種でちょっと帰ってきました。ちょっとだいぶ、ちょっとだからね、横にするとね、洗濯物とか映っちゃうから、ちょっと変な画角になっちゃった。どうしよう。あ、これでいいか。画質いい？マジ？よし。あ、やばい、全然時間ないや。あとはそうだな、カラオケ。この声で歌えるかは分かんないけど、歌うしかないから歌うわ。どうしようもないほど歌が好きなので。よし。これでどうかな？ では聞いてください。止まらない胸の高鳴りは描いてた遥か先へ。つけっぱなしの TV、 不意に始まるショータイム、センターステージ集まる弾けるような微笑み、幼い頃のメモリー、憧れのラブストーリー、忘れちゃうくらいの出会い。このフレーズを君に、このメロディーは私に、重なればハーモニー思い描いている。そうか、私きっと歌いたかったんだ、眩しくて近づきたくて両手伸ばした。始まりの歌がいつまでもこの胸なり響くように。終わらない思い、どこまでも私たちだけの未来。降り注いでるスポットライト、ついにチャンスが到来、センターステージへ向かい大きく深呼吸。出来すぎなシチュエーション、怖いほどのリアクション、後戻りなんてもうできない。主人公は私、繰り返し言い聞かせて光輝く方へ今走り出して、こんな風にきっと笑いたかったんだ。感情が積み重なって溢れ出すから。始まりの歌がいつまでもこの胸なり響くように。止まる、私たちだけの未来。どんなに手を伸ばし追い求めても、この手に届かないものがある。なのになぜ諦められないんだろう。
いつまでも世界中届きますように。終わらない日々はどこまでも私たちだけの、もう話はしない、私たちだけのストーリー、響け始まりの歌。ピッ始まりの歌でした。最後の始まりのうーたーのたーのとか一番むずい、一番キープするのがむずい。汗かいた、熱い。いや待って、熱すぎる。絶対エアコンつけよう、終わったら。すいません、全然ね上手じゃなくて申し訳ないですが、はい、始まりの歌です。はい、始まりの歌です。じゃあ最後に一曲歌ってこの配信は終わりにします。あー、なんかこの曲久しぶりに歌う気がする。よし、じゃあみんな今日は本当にありがとうございました。まあこれからもね、本当に何ですか、もう意味わかんないぐらい私は私なんで、全然アイドルっぽくないと思いますが、アイドルとしてねこう推してて楽しい人になれるように頑張るので、皆さんも楽しいオタ活ライフをどうぞよろしくお願いします。それでは最後の曲聴いてください。あー、世界はどこまで青空なんだろう。ああ、ここから地平の彼方に目を細めた。ああ、どこかで誰かが泣いてはいないか。ああ、日差しがこのまま続けばいいけれど、晴れていてほしい、澄み切ってほしい、悲しみは風に流されて、何もない空を、美しい空を、青空を僕は信じる。ああ、突然予期せぬ嵐が来たって。ああ、あなたは絶望をなんかしてはいけない。待っていてほしい、見上げててほしい、この空は立ち直ってゆく。太陽は昇り、そしてまた沈み、永遠に光り輝く。遠くまで愛を伝えよう。恋人よ、星を見ているか。新しい明日の兆しを、全てを枕にしてから、みんなでやり直そうぜ。
世界はどこまで青空なんだろう。ああ、ここから果てまで真っ青ならいいのに。微笑んでほしい、泣かないでほしい、幸せになってほしいんだ。嘘のない空を、限りない空を、駆け巡る鳥が希望だ。僕たちは叫び続けよう。世界はどこまで青空なのかでした。ありがとうございました。熱っ熱いよもうちょっとさ、この狭い空間だとさ、全身使えないからさ、お腹の力だけでロングトーンしたらもうめっちゃ汗かいた。筋トレしたんかってぐらい汗かいた。うわ、久しぶりに歌ったね。ありがとうございました。ということで、本日の誕生日配信はこれにて以上でございます。いつも皆さんありがとうございます。はい、この後は、メール送ったりだとか SNS したりとかするんですけど、さっきもちらっと言いましたが、23時ぐらいにあのインスタの方でも上がるんで何がっていう投稿するんで、よかったらご覧ください。それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。皆さん本当に素敵な誕生日をありがとうございました。誕生日ますね。そうだ、誕生日忘れてた。13位むっちゃんさん、12位パックさん、11位みーさん、10位よしさん、9位埼玉高校屋さん、8位東子さん、7位突破球さん、6位雲の上の空豆さん、5位日和桁さん、4位トッシーさん、3位市田さん、2位トールさん、1位新一さん、皆様ありがとうございます。ギフトもありがとう、タワーもね、ありがとう、ありがとうございます。それでは皆さん、良い夜をお過ごしください。それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。